球場に足を運んでいただいた皆さん、テレビの前で応援していただいた皆さん、今シーズンも温かい声援本当にありがとうございました。選手を代表して皆さんにお礼を申し上げます。チームとしては本当に悔しい、ある意味忘れられないシーズンになりました。来シーズンはこの悔しさを力に変え、チーム一丸となり優勝を目指して頑張っていきますので、変わらぬご声援をよろしくお願いします。来シーズンも今年のような大歓声の中でプレーできるのを楽しみにしています。今シーズンもありがとうございました。続きまして、岡本和真キャプテンよりファンの皆様に御礼のご挨拶を申し上げます。来年は必ず優勝、日本一となれるように頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、原辰徳監督より、2023年10月4日、全日程が終了しました。ちょっと早すぎます。規制もなくなり、たくさんのファンの方、グラウンドに足を運んでいただき、そして大声で声援、歓声たくさんいただきました。1年間本当にありがとうございます。改めてファンあってのプロ野球、ファンあってのジャイアンツ、本当にそう思いました。本当にありがとうございます。チームは昨年度 B クラス奪回という目標の中、懸命に戦ってまいりました。先ほどのビデオを見てると、優勝してるかのようだね。しかし道のりは険しいものでした。選手、コーチ、スタッフ、全力で戦い、一つになり戦いました。しかし力及ばず、成績、皆さんの前で誇れるものはなく、
期待に応えることができませんでした。これはひとえに監督であり私の指導不足、私の責任であります。本当に申し訳ありませんでした。とはいえ共にいる選手たち、来年も戦ってくれる選手がたくさんいます。どうか今年の気持ち、ユニフォームに染み付け、この悔しさを心に刻んで来年は戦い抜きます。今年と変わらぬ温かいご声援をファンの皆様よろしくお願いいたします。これから個人的な話をさせていただきます。22歳、巨人軍に入団しました。選手15年、コーチ3年、監督17年、35年戦いに来ました。65歳、その時々のオーナー勝力さん、渡辺さん、そして現オーナーの山口さん、育てていただき託していただき感謝しております。しかし勝負の世界が厳しいということは当然理解しております。17年監督をやり、私の父の教え一つ最後まで生きたことがあります。考え事、悩み事、心配事、監督になれば監督になれば増えると。ただし床に枕に頭をつけたら寝るんだ。どうしても考えたい、そういう時は部屋に電気をつけて椅子に座って考えろと。最後の最後までこの教えは私の中で教訓とし、そしてエネルギーとして変わりました。いつも朝は希望に満ちて、よし今日はやるぞというふうに思って目覚めた。それはこれがこのことがあったからだと思います。球場に来れば勝利、勝つことを一心に考え、最善策とは何ぞや、全力で一日一日、一試合一試合戦ってまいりました。今回このような成績に終わり、山口オーナーともしっかりと話をしました。 B クラス確定と言った夜に、そしてその時に2つのことを約束しました。一つは辞任します。もう一つは若い新しいリーダー阿部慎之助君にチームを獲得、そういう決断をしました。
本当にジャイアンツファンの皆様、そしてベイスターズファンの方も残っていらっしゃいます。それと野球ファンの皆様、本当にお世話になりましてありがとうございました。心境は一点の曇りもございません。晴れ晴れとした気持ちでバトンを阿部監督に渡し、マイクも渡します。本当にありがとうございました。まずご挨拶させていただく前に、本年度巨人軍は優勝争いすることもできず、ファンの皆様に大変申し訳なく思っております。申し訳ございませんでした。上昇軍団であれ、伝統ある巨人軍の最多勝利数監督原監督より大役を受け継ぐことになり、とてつもない重圧を感じ、身の引き締まるところでございます。とにかくファンの皆さんのために強い巨人軍、愛される巨人軍を作るべく、チーム一丸となって戦っていく所存です。今後ともどうぞご声援のほど何とぞよろしく申し上げまして、私の挨拶に返させていただきます。来年度はどうぞよろしくお願いいたします。